横浜に来ました。じゃあ横浜中華街に来ました。食べ歩きます。なんかインパクトすごいですね。中華街でーす。じゃん、色とりどりって感じ。イエーイ。こういうとこめっちゃ好き。すげえ。中華街を代表するお菓子ですよ。美味しい。土産で一番人気でございます。正面の白い箱がバンピンでございます。バンピン、まあまあまあ、なんかこれにします。すいません、ありがとうございます。すいません、すいません。ビールとなんか分かる、緑のやつで乾杯。いただきます。待って、ビールめっちゃ冷えてる、うん、めっちゃ美味しくないですか。うまい。汁出てくるタイプですかね。逆光ですけど、まあまあでかい。はい、写真撮ってこいちゃうね。見ました。今なんか爆発しませんじゃん。爆発しませんじゃん。爆発しませんじゃん。爆発しました。言って爆発するんやったら。こっちも準備あるって。しっかり準備してる。うん。うわ、すごいこれ。だからこんな深い器なんだ。すごい。すごい、美味しい。どう。無理かも。これ器じゃないと。めっちゃ美味しい。え、美味しいんだ。美味しい。美味しい。ビールがうまい。ありますよね。ずっと虫が。高校の卒業の時にね、悲しい感じのみんなで寂しいなって書いてる中で、私の頭の上にずっと生え飛んでたんですよ。6匹ぐらい。いただきます。うん、すごい肉汁。いいよ。緑が何味？わからん。結構めっちゃこぼすやん。誰か広告地から出たやつ吹いて。え、何これ。やばい。新喜劇やん。じゃあこっち落ちたら。え、どこどこ。出る出る。一番横下あかんのが汚してるやん。どこから出てんやろ。分かる。この割れ目から出てんやろ。フォークを食おうと思ったら、フォークを食おうと思ったらこの分け目から横下。そうやった、そうやった。おすごい豪快。あ、美味しい。美味しいよな。何買ったん。何買ったん。どうしてんねん。これ嘘しながら聞け。何おもろ。伊沢修司、伊沢修司じゃん。修司さん台湾やろ。それ台湾が台湾に来て日本の文化を教えたんでしょ。教えたじゃなくて台湾の統治を。じゃ行こう、行こう、行こう。じゃーん、お疲れ様でした。すごい。お、ちょうちん。本物かな、これ。千と千尋ですね。わお。中華街っぽい。ちょっとこりゃ暑すぎます。中華街といえど、ちょっと暑すぎです。これはたまりませんな。なんか中華街また戻ってきました。あ、すごい。中華街って中華料理を食べて帰りたいと思います。イエーイ。もう中華料理を食べて今日は終わりってことやから。そうだから、そう、もうまだ終わってないのよ。まだ終わってないの。中華料理を食べて終わり、初めて終わりやから。
みんなわかった？OK？ ここにしましょうか。なんか千と千尋みたいだし。あ、そうなんや、ここ行きます。これこんな姿でええんか。結構いいとこ来てしまった。生演奏してます。まさか中華料理を食べれるなんて思っていませんでした。今から中華料理を食べて満喫して帰りたいと思います。かすみんちゃんのピーク。はーい、はーい。ここへ来てもビールを飲むあやきです。ありがとうございます。すいません、片手。ありがとうございます。あ、入れます。あー、そうかもね。まあ、気持ちいい勝ち方ですよね。いい勝ち方でした。オールスター前まで5連敗してたから。うまい、めちゃくちゃうまいやん。はい、かわいい。何もある？あ、小籠包。豚肉シューマイでも。いっぱい。ありがとうございます。来ました、アイギの大好きな小籠包。小籠包は結構好きやから、小籠包だけ食べていいですか？小籠包だけこの汁って言ってましたよね。そう、生姜のなんか。あ、つけて食べた。プルプルや、これ絶対めっちゃ美味しいやつや。連月買ってたやつ。はい、連月決定。これはやばい。これは美味しいやつや。やだー。生姜のタレつけます。生姜のタレつけて出てたで。いただきます。先そのまま行くわ。めっちゃ美味しい。シェフ呼んでほしいわ。ありがとう。ありがとう。うん、天才かよ。生姜のタレ美味しい。へえー、そうなんですか。うん、お酢っぽい。こうやってやって、こうやって食べる。ちょっとちぎって、吸うね。そう、めっちゃ美味しい。美味しいよな。うん、うん、美味しいです。何なんこれ、見えへんねんけど。今まで食べた小籠包の中で一番美味しい。明治25年からやったんすね。あ、そっか、明治25年から。それ美味しいわ。一味違う。最高です。シューマイも食べていいんですか。シューマイでか、シューマイ。おいしい。めちゃくちゃおいしいな。感動してる。どう？ビールおいしいな。おいしいやろ。あれでも、あ、でもタクシーみたいな。おいしいわ、めっちゃおいしい。最強だ。すごい。芸術品欲しいな。美味しくないですか。うまっ。うまっ。光飛んでて分からんか。 YouTuber やってます。これつけて、うん、おいしい。おいしいな。おいしい。はい、お願いします。できますか。すいません、3つで。これは人気の料理。うん、食べよう。めちゃくちゃ美味しい。はい、アンドコー量は麺の、うん、美味しいわ。中華丼です。アイキが食べたかった中華丼。美味しいですか、どうですか。皆さん、美味しい。味付け完璧やん。これか。うん、美味しい。美味しいよ。
っちゃ美味しいね。めちゃくちゃでかい。くらやきの手な。結構なんか粘ってるで。珍しい。粘っから行くの。中華そば、え中華シーフ中華。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。こうやってトロッカーみたいな。うん。ね。蒸し焼き餃子。ありがとうございます。やっぱ醤油だけど醤油。恥ずかしい。うん。うん。甘い。美味しい。でも今びっくりします。たどり着いたところに生地熱いんだなって思ったら全部あんです。え笑っちゃいました。餃子食べて笑ったの初めて。餃子食べて初めて笑ったそうです。え、そんなに？全部あんす。そんなみんな言い過ぎやわ。うまいこれ。うまいわ。すごいな。すごいな。一体久しぶり。なんか皮がない。うん。うん。おいしい。美味しい。美味しかった。